15世紀の聖母子像、素人が修復し、派手なピンクや空色に。AFP 時事、スペイン北部アストリアス自治州にある、人口わずか28人の小さな村エルラなど色で、15世紀に作られた木彫りの聖母子像の修復を、素人の女性に任せたところ、派手なピンクや黄緑色に塗られてしまい、また、スペインで、素人が芸術の修復に手を出して散々な結果に終わったと大きな話題になっている。修復前の聖母子像は簡素な木彫りの像だったが、聖母マリアのマントは鮮やかなピンクに、衣服はスカイブルーに塗られ、目にはアイラインまで描かれた。幼子イエス・キリストの衣服も明るいライムグリーンに塗られた。北東部ボルハの教会で高齢女性が修復したフレスコが、エクス・ホモ・この人を見よのキリストが、修復前とは似ても似つかない漫画の猿のようになってしまった例があるが、エルラニャドイロの聖母子像の修復もこれに匹敵するレベルだ。現地紙コメルシオによると、聖母子像を修復したのは地元住民のマリ・アルイサ・メネンデスさん。教会の主任司祭から着色しても良いと許可を得たという。メネンデスさんは同志に、私はプロじゃないけれど昔から修復作業は好きだった、この像たちには着色が必要だったの、だから私はベストを尽くして色を塗ったのよ、私はとてもいい色になったと思うし、ここのみんなも気に入ってくれたと語っている。この木造の修復を2002から03年に担当したルイス・スアレス・サロさんは、メネンデスさんについて、絵を描くことが好きな人で絵画講座の受講経験もある、彼女にはこのやり方の方が像が良くなると思ったんだろうと AFP に述べ、理解を示した。メネンデスさんの修復をめぐってはインターネット上で様々な意見が飛び交い大騒ぎになっている。スペインの美術品保存協会 ACRE も、我々の国でこのような略奪行為が続いているのに気にかける者はいないのか、我々の祖先の遺産が目の前で破壊されていくのをただ黙って見ているとは一体どんな社会なのかと、ツイッターで警鐘を鳴らした。